みほです。今日は体重が昨日と何も変わっていなかったのでゼロと記します。そして昼間仕事の原稿のチェックをしました。まずいただいた原稿を読めない漢字にはルビを振り、わからないアクセントはアクセント辞典で調べ、それからまずボイスレコーダーに録音します。そしてその録音を聞きながら再び原稿をチェックするという作業をしました。原稿チェックが終わってからズンバを踊りました。今日は30分頑張ります。こうして客観的に見るとだいぶ体が重いのがわかります。昔はもっと軽やかに踊っていたんですけれども、右肩はまだまだ治りそうもありません。ズンバでちょっとずつ動かしていこうと思います。プロテインを飲みたいと思います。プロテインを飲む人に憧れていて、なんかプロテイン飲んでるっていうとちょっとセレブだな、セレブっていうか、なんかちょっとかっこいいなと思って、運動の後にプロテインを飲んだ方がいいっていうもやっとした情報をもとに飲んでいます。おいしい。そして夕方から夜にかけて先日サボった動画の授業を見直しています。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。